兄ちゃん、ありがとう。何が？ちょうど1週間前の今日よ、マリコ、お兄ちゃんに助けてもらったの。あ、そのことか。危なかったね。ヤマトさん、本当にすいません。助けていただいた上にマリコったらお兄ちゃんお兄ちゃんって甘えてばかり言って。いえ、僕は一人っ子ですから、可愛い妹ができたみたいで嬉しいんですよ。今朝方ね、亡くなったお父さんとあなたと三人でお花畑を走ってる夢を見たわ。去年の今頃だったわね。楽しかった。亡くなった夫の最初のプレゼントが野菊だったんですよ。それもこんなにたくさん。今年はあの人のお墓参りにも行けなかったわ。もう一度あのお花畑へ行けるかしら。そんな凶悪なこと言っちゃいけませんよ。今年中に治ってマリコちゃんとお正月を迎えよう。必ず春には花畑に行こう、そう思わなくちゃ。そうよお母さん、きっと治るわよ。マリコとお花畑を見に行こう。そうだ、お兄ちゃんも一緒に行こうね。お兄ちゃん、うん。ウルトラマンエイティ、ウルトラマンエイティ、 He came to us from the star。僕の星から来た男が愛と勇気を教えてくれる。ウルトラマンエイティ、ウルトラマンエイティ、 He came to us from the star。神経性の心臓病なんですよ。ご主人を亡くされて、体そのものよりも精神の方が弱くなっているんです。薬や注射だけで治るもんじゃないんです。自分の力で良くなりたい、良くなろう、そういう気持ちがないと回復が難しいんですよ。お兄ちゃん、早く早く。うん、だいぶ咲いたね。種をまくのが遅かったでしょ。ちゃんと咲くかな。あと1週間だな。早く咲かせてお母さんの病室を春にしてあげましたね。うん。でもこの空き家に誰か引っ越してきちゃったらどうしよう。お花育てられなくなっちゃうわ。大丈夫だ、訳を話せばきっと庭を貸してくれるよ。うん、お水取ってくる。
マリコちゃん、僕は行くけど、あまり遅くまで遊んでちゃダメだよ。はい。じゃあね。綺麗な花をたくさん見ればそれだけ早く病気が治るに決まってるわ。キャップ、私の見間違いでしょうか。いや、ほんのわずかだが確かに反応が出ている。怪獣でしょうか。しかしたとえ怪獣だとしてもレーダーもが張ってあるし、特別な方法でレーダーの目をくぐらない限り怪獣は出現できないはずですよ。気を緩めるな。厳重に警戒だ。了解。はい。昼頃、熱帯性低気圧が関東地方に接近するそうです。夜になると暴風になります。ありがとう。これだけ飛び回っても何も発見できないんですよ。さっきの反応、ジョーの隊の見間違いじゃないですか。いや、油断は禁物だ。はい。この目は何だろう。大きなお花を咲かせてね。綺麗なお花を咲かせてね。昨日より反応が強くなったろう。しかしこの程度ではどっから反応が出てるのかよくわからん。どうしたのかしら。今朝お花ちゃん元気がないみたい。元気出してね。早く綺麗な花を咲かせてね。一体この目は何なのだ。何の目なのだ。 UGM で探知している反応とはこの目から出ている異常なエネルギーではないのだ。だとしたらマリコに危険はないのだろうか。マリコは嵐から花を必死に守ろうとした。花が倒れるとき母の命が。マリコは懸命だった。それにしても嵐にもたじろがないこの目は一体何なのだろう。嵐が収まり、そして3日が過ぎた。地上には何の異変も起こらなかった。反応は日一日と強くなっているんだからな。もし怪獣なら一日も早く発見してパワーの小さいうちに倒さなければなりませんね。うん。チーフ、ちょっとその先で止めてください。そこか。はい。どうしたんだ。ええ、この間話した女の子の花園がここにあるんですよ。
3日前の嵐で花が大丈夫だったかどうか見てやりたいんです、じゃマリコちゃん、大きな花を咲かせるの。もしかしたらこれは地球の植物じゃないかもしれないんだよ。怪獣かもしれないんだ。私、毎日お水をやって育ててきたの。大きな花を咲かせてねって話しかけながらお母さんに見せてあげたいの。早く病気を治してあげたいの。ねえ、お願い。じゃあちょっとでも変なことがあったら必ず連絡するんだよね。うん。たけしはできる限り目を観察した。今のところこの目が怪獣になるとも危害を加えるとも思えなかった。しかしこのまま成長して本当に害のない花が咲くのだろうか。その夜、反応は一段と強くなり、ついに反応の出ている地点を計測することができた。キャップ、データが出ました。ポイント N5 だ。伊藤、頼む。了解。山本、はい。ここだな。ここは すごい反応だな。チーフ、待ってください。ヤマト、これはあの子が大切に育てる芽なんです。母親の病気を治すために大きな花を咲かせようと一生懸命なんです。何を言ってるんだ。これだけの反応が出ているんだぞ。このまま育ったらどうなると思う。確かにこの芽はエネルギーを出しています。だからといって怪獣になるとか有害とか決められはしません。もしかしたら見たこともないような美しい花が咲くかもしれないじゃないですか。見てください。これは全部あの子が種から育てたんです。自分で作ったたくさんの花を病室に飾れば母親の病気は治る。あの子はそう信じてるんです。しかし山本、明日まで待ってください。黙って切ってしまったらあの子は、僕は責任を持ちます。花が咲かないとか有害だとか分かればあの子に話して僕が切ります。だからそれまで待ってください。お願いします。よし、分かった。その代わり赤外線カメラを設置してこいつを監視するんだ。はい。これは昨夜一晩の間に赤外線カメラが捉えたあの植物の1分間に1コマの写真だ。これを30分に1コマの写真にしてみると、あ、動いた。木が動くことなんかあるんでしょうか。わずか 40、50 センチだが、後ろの立ち木と比べてみても分かるように、確かに木は移動したんだ。チーフ、あれは植物じゃないんです。コンピューターの分析結果出ました。植物は炭酸ガスを吸って酸素を出します。ところがあれは動物と全く同じように酸素を吸って炭酸ガスを吐き出してるんです。しかも大量の酸素を吸収してるんです。あの木の周りでは人間も危険だ。
じゃ。しっかりしろ。マリコちゃん、しっかり。やっぱり怪獣だったのか。風に邪魔されて50メートル以上は飛ばないぞ。了解。枯れてしまった。もう病室を飾ることはできない。母親の病気も治せない。ウルトラマン AT にはマリコの気持ちが痛いほど分かった。
トラマン80はマリコには気がつかれないように花を生き返らせたのだった。マリコは自分の思いが天に通じたと思った。ねえねえお母さん、目をつむって。マリコがいいよって言うまで絶対目を開けちゃダメよ。お兄ちゃん、いいわよ。きれい、いい匂い。ありがとう。育てた花は見事に咲いた。マリコの願いが必ず母親の病気を治すだろう。タケシはそう信じた。謎の船舶消失事件、それはまるでバーミューダトライアングルの事件のようだった。調査を開始した UGM の前に出現する不気味な謎の物体、それに乗り込んだタケシラの前に謎の電気コードが。この物体を動かしていたのは何か、そこには意外な結末が待っていた。次回ウルトラマン80暗黒の海のモンスターシップ。